皆さんこんこにちは私はネパールから参りましたジャムナと申します関西弁になれちゃって日本あの標準語であんまりうまく伝えられないと思いますがでも私の気持ちとシューエレカンターレを感じてくれたらなと思いますこれから発表させていただきます 私は日本に来て3ヶ月目の時に奈良県で農家のアルバイトをしてました。そこのお母さんが幸福の科学の話をしてくれました。その時、日本語はあまりできなかったのですが、なぜか永遠の話、や宇宙の話は理解できました。その後、東京昇進館で行われた 学生部合宿で初めて参加し、三期生がを受けました。その時は、日本語わからないままに三期生がしましたので、その後活動も心理の勉強もお祈りも全くしてませんでした。当時、日本の生活に慣れないうえ、大学の忙しすぎ,忙しすぎる 忙しすぎる勉強とアルバイトってだんだん落ち込んでいましたそれでたくさん病気もしますし人間関係もたくさん失敗し希望も目標もなくしてしまい神様も信じなくなりいつも一人で泣いていましたしかし天気が訪れました 去年の11月に奈良,の奈良県のお母さんが誘われて徳島のエレカンターレ生誕館に参拝に行ったのです聖地に立つとなぜか気持ちがとっても落ち着きましたまたそこでは思いがけない出会いもありました 学生部合宿で4年前に会った友達に、偶然当然、再会し、誰にも言えなかった悩みを相談できたのです。そして、友達が大阪の商戦館でボランティアを紹介してくれました。そこで たくさんたくさんの保有を得て先生のご法話をよく聞きましたすると心がとっても明るくなり希望や神様を信じる心がよみがえってきましたそして人間として生まれたなら人生に目標を持つべきではないですか私は 人の立つ人間になりたいと思いが湧いてきたのです。しかし、夏のことです。ネパールの姉が急に心臓病になり、お医者から1週間も生きられないと言われました。そこで、保有の勧めですぐにスーパーベーガーヒーリングを受けました。そして、8月の東京ドームで、 行われた、再開された先生のご法話を何としてもお聞きしたいと思い、大阪から東京へ行きました。日本語で潮のご法話を聞いていると、潮やれかんたれが神様であることを信じていました。 帰りに新宿商材へ行くと新宿商材へ参拝に行きました礼拝堂に座ると急に涙が止まらなくなり今までの人生を振り返って反省できましたその後、実家に連絡するとなんと姉が元気になり退院していたのですこのような奇跡をいただいたこと で、信じる力は大事なんだと分かりました。私は心からシュウエレカンターレを信じてます。生誕館に,誕館に行ったことがきっかけで得られた私のこの信仰心が私のリボンでした。これからは私は驚愕にもっと力を入れて、 もっと活動に参加しネパールへ帰って実家の方に支部を開きたいと思っています。衆のために、ネパールのために世界発展や平和のために役に立つ人間になりたいので、努力していきたいと思っています。今回のスピーチを、スピーチの機会を与えてくださった衆、 皆様伝道してくれたお母さん大阪の保有たち心より感謝いたしますご清聴ありがとうございましたありがとうございました